26歳フリーターの男です。F1 大学卒業、そのままフリーターになり今に至ります。社保に入ってるんですが、手取り20万もらえている現状、プラス実家に住めている安心感に満足してしまっています。友人からはクズって言われていて、自分もそう思いますが、就活から逃げています。私は本当にクズです。精力さん、こんなクズですが、何かしらのアドバイスいただけないでしょうか。まあ、別に普通に働いてて、実家で生活費持ってるんだったらいいんじゃないですか。ただ一生フリーターをやるってなかなか体力的にきついと思うので、どっかの段階でその手についたスキルだったりで食えるようなところにシフト、まあキャリアを変えていった方がいいと思うので、何かやりたい仕事を早めに見つけられた方が得なんじゃないかなと思いますけど、まあ、ただお金稼いでるだけで、そのお金稼がないでなんかすねとかじってる人だったり、子供部屋おじさんとか子供部屋おばさんとかが今ずっとなんか40代のおっさんがビール飲んでる放送を見てると思いますけど、まあ、それに比べれば全然マシなんじゃないかなと思います。はい。